だん。よいしょ。だだん。サークルがちっちゃかったので粒の領土を広げることにしました。お部屋どうよ。喜んでおります。お部屋どうよ。どうよ。どうよ。こっちに移動になりました。さっきのケージはサイズを見なくて買っちゃったので、トイレトレイ1枚分の大きさしかありませんでした。もうちょっと粒が大きくなってから大きいものに変えていきたいと思います。最近粒が心を許してくれたのか、構ってほしくて泣くようになりました。ただ泣いている時に構っちゃうとそれが癖になっちゃうみたいなので、泣き終わった後に褒めるように構ってねって言われています。下のマットかな。ちょっと大きすぎたかも。こんな感じでクレートにもなるんですけど、中がこんな風にちっちゃいワンコ用のテントみたいになるみたいですね。中はこんな感じでめちゃくちゃ広いです。ちょっとやっぱ粒が大きくなってからかな。今の粒じゃ一人で 2DK に住む並みに広い。坊や、坊やおいで。よいしょ、中入ってみよう。ほら、ほらめっちゃ広い。全部めっちゃ広いなこれ。なあ、どうでした？どうでした？中入ってみて。ほら、めっちゃ広いな。大きくなったら使おうな。ワンツーワンツー。お疲れ。